できるプレミアム G1 第11回ヤングダービー優勝戦、それでは実況でお楽しみいただきましょう。レース気流ドラキルナイターナイター発祥の地にハイレベルなヤングパワーが集結いたしましての6日間、第11回のヤングダービーファイナリスト6名が水面に登場しております。今年の対戦の6勢は1号艇地元期待群馬の関博也、2号艇お隣埼玉から畑太一、3号艇香川の川原弘明、4号艇大阪井上忠政、5号艇大阪勢が続きます佐々木翔斗、そして6号艇滋賀の澤田直也、以上6メンバーの対戦。向かい風2メーター、並びの方は枠なりとなっています。万全の人気1号艇の関、6年前の第5回大会のこのヤングダービータイトルホルダー、今年はボートレースバトルトーナメントのチャンピオンでもありまして、現在獲得賞金は第17位にランキングされています。2コース2号艇の畑田、昨年は関東地区選手権競争 G1 優勝を果たしましたが、残念ながら G1 タイトルには及びませんでした。その巻き返しを期しての今回の舞台。3コース3号艇の川原、角線4号艇の井上、さらに大外6号艇の澤田の3選手は G1 初優出、5号艇の佐々木は G1 初登場でいきなり初優出、枠なりの3対3となっています。第11回のヤングダービー優勝戦の第12レース、オレンジの12秒針が回転を始めています。左横縦2、3メーター、新聞体系定番通りインコースから1番2番3番4番5番6番体系で今スタートいたしました。一周一回で向かう先行争いでありますが、インコースからトップスタートは1号艇の関、最初の勝負どころインから逃げる体勢は1号艇の関、さあ3号艇が幕差しのハンドル、マックスレッチ向上面でありますが、1号艇そして3号艇のさあ幕差しが届いているか、その後は3停止あきまして4番5番2番6番という体勢、向上面中間点から大胆マークへと変えます。スタートは前提正常、さあ1号艇の関は外、内をついては3号艇の川原先いたしまして、さあ3号艇が先に回る、そして1号艇の関はどうするか、差し返す大胆マークでありますが、一騎打ちか3号艇内側から1号艇の関並んでいるか、その後ですが3番手が4号艇の井上追走、さあ追い手前でありまして再び並んでまいりまして、内1号艇の関アウト、3号艇の川原完全に一騎打ちムードであります。その後は3番手が4号艇の井上追走、後方向かっては5番6番2番という体勢、さあ今度は1号艇が2周1番3号艇3号艇差し返そうかという体勢でありますが、1号艇がわずかに一定四半優勢、1号艇の関2番手追走見せ場十分、3号艇の川原4年ぶりの桐生で現在2番手、そして3番手には4号艇の井上、上の体勢は1番3番4番4番手が5号艇の佐々木翔斗、5番手6号艇の澤田、最後方追走2号艇の畑田という体勢です。さあ一騎打ちを制しまして1号艇の関がトップ、オール2連帯でここまでやってまいりました。さあこれから残り1周に入ってまいりまして、リードは4停止半から5停止と広がっています。2番手追走は3号艇の川原、3番手は4号艇の井上忠政が追走、4番手5号艇の佐々木翔斗、5番手6号艇の澤田、最後方追走2号艇の畑田大地、定冠が来ました。1番3番4番の体勢、7月のこの地元水面桐生に続きまして通算16回目の優勝は542勝目の勝ちということになりますが、これで1300万円をプラスいたしますと獲得賞金は12当たりまで一気に浮上いたします。さあ今年は2度目のプレミアム G1 を制する形になってラストマークを旋回、1号艇地元の舞台での優勝ということになります。2番手追走3号艇の川原、そして3番手になりますが4号艇の井上忠政、最後の直線コース今1着で1号艇の関優勝ゴール、2着3号艇川原ゴール、3着4号艇井上ゴール、後ろは5番の佐々木翔斗、6番の澤田、最後方は2号艇の畑田がゴールインです。なお3連単の1、3、4というのは 18.7 倍となっています。第10回ヤングダービー優勝戦が終了しました。確定です。1着1番、2着3番、3着4番ということで、見事優勝を飾ったのは1号艇の関博也選手ということになりました、はい、いやー、ただ一言では片付けられませんよね。そうですね、決して楽ではなかったそんな道中の攻防でしたけれどもね、表情で戻って、ちょっと脱力してませんか。いやまたこう迫ったのが同期の川原選手、はい、いや
本当にヤング卒業世代の2人の本当に歴史に残るマッチレースでしたね、そうでしたね。一旦確実にまくり差しが入りました。さあ、それではですね、見事優勝しました関裕也選手にお話を伺います。関選手、2回目のヤングダービー優勝おめでとうございます。はい、今の気持ちいかがですか？まあ、6年前と一緒でやっぱ未熟さがスタートから今出てしまったってことですかね。まずいですね。ただ今節はいつも以上にプレッシャー感じていらっしゃいましたよね。そうですね、ほっとします。1マーク、まくり差しが入ってきました。はい、もうハンドルも切れなくて、はい、めちゃくちゃなんか張っちゃってた。なんかもうパニックっちゃったですね、はい、ということはやはりいつもと違ったんですね。だったと思います、はい、しかし一緒にマークです。あそこからなんで、だいたい普通に逃げれるレースも少ないんで、切り替えて冷静に行けたかな、はい、しかし冷静に立ち回って見事優勝になりました。やっとプレッシャーから解放されましたね。はい、落とします。はい、これは年末にも向けても大きな勝利となりました。優勝になりました。それではですね、全国のファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、まあ、若手では一番になりましたけど、これに満足せず次はグランプリ、先輩方と一緒に行けるんでそこで頑張りたいですね。また応援よろしくします。優勝おめでとうございます。それではカメラさんお願いいたします。もうファンの皆さんの声援聞こえてました？いや、聞こえすぎてる。いや、しかし関選手優勝ですよ。はい、はい、そう、反省の方が多いですね。あ、そうなんですね、はい、でもおめでとうございます、結果を出してくれました。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。